皆さんこんにちは。あなたは可愛い女性の仕草や言葉遣いに触れて、悔しいほど可愛い、この可愛さずるいなと思ったことはありませんか？いわゆるあざとい女子とも言われますが、あえて男心をくすぐるような罠を仕掛けてくる女性がいますよね。それがわざとだと分かっていても、ついついその手のひらの上で転がってしまう。そんなずるいくらい可愛い女性に会ったことがあるという人は、ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて話を戻しますが、今日のテーマはまさにあざとい女子ならぬあざとい男子についてです。実はあなたが女性に対してずるいと感じるのと同じように、女性だって男性のずるさにはまってしまうことは多いのです。悔しいくらい好きになっちゃう、ずるいと分かっていても最高な包容力が癖になる、そんなずるい男性には様々な特徴があるのです。うまくこの特徴を応用して使えるようになると、あなたは女性から今よりもっと興味を持ってもらえるようになるでしょう。ただつい快感ばかりを追い求め、これらの特徴をむやみに利用しすぎると、ただの嫌な男になってしまうので要注意。詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてくださいね。1、期待させるのがうまい。女性に期待をさせるのが上手なのはずるい男性だと言えます。例えば、この人私のこと好きなのかも、私と仲良くなりたいからこんな積極的にアピールしてくるの、というふうに思わせぶりな態度を取るのが上手なのです。一体どんな方法で期待を膨らませると思いますか？単純に頻繁に連絡をしてくる、電話をしてくる、ニコニコ話しかけてくるというようなフランクなものから、必ず隣の席に座ってくる、個人的にプレゼントをくれる、頭ポンポンなどボディタッチをしてくるなど、ちょっとだけ濃厚なものまで様々です。これは受け取る側の免疫にもより、どこからがずるいのかは変わってきます。要するに女性がつい、え、これって誰にでもやるのかな、普通は好きな人にしかしないよね、と思ってしまうようなことを平気な顔でしてくるのがずるい男性だと言えます。もちろんその後、女性があなたの積極的アピールをしっかり受け取ってくれて、いい関係になったなら、お互いに幸せになれますよね。でも女性がキュンキュンしているのを見るのが楽しいだけで、結局付き合う気はなかったという自己満足で期待させてしまうと、あなたに対して悪評が立ってしまいます。あの男は女をもてあそぶのが好きなだけなんだわ、と言われてしまう恐れがありますので、むやみやたらにアピールしないようにしましょう。2、すごく優しい。ずるい男性は自分にも周りにも厳しくありません。とてもゆるいという特徴があります。言い方を変えればとても優しいとも言えます。なぜずるい男性は自分にも周りにも優しいのか、それは厳しくする必要がないからです。つまりそこに責任を感じていないから。例えば親が子供を一生懸命叱るのは、子供のことを思ってという理由があるでしょう。大切に思っているからこそこんなに必死に言うんだよ、という建前があると思います。これが恋愛になるとどうでしょう。好きな女性に浮気しないでという男性がいるとします。もう一方には何も言わないで放っておく男性。この二人を比べてみると、必死なのはどちらだと思いますか？そうです、前者だという意見が大半でしょう。こうなると言われた女性も、信じてくれてないの？と必死になるかもしれません。そして結果、何か裏切りや勘違いが発生した時に確実に喧嘩にもなるでしょう。さて、一生懸命に向き合っている男性は厳しいことやきついことを言うかもしれませんが、女性に対して一生懸命だということはわかります。対して何も言わない男性は、その後女性がどんな行動を起こそうと別にいいよというのです。これは優しさでしょうか？全てを許してくれているようでも、もはや紙一重で無関心とも言えるのです。すごく優しい、優しすぎるのはよく見てみると無関心で、どちらに転んでも結局僕には関係ないと言われてしまってもおかしくないということ。これではつい優しさの沼にはまってしまった女性が一人で空回りすることになり、
最後には本当ずるいよねと言いたくなってしまうのです。3、女性の好みを把握するのが得意。ずるい男性は女性の好みやツボをつかむのがとても上手です。例えば洋服の系統や趣味からプレゼントを何にしたらいいかすぐに把握できたり、会話をする時のペースを合わせるのも上手。基本的に女性はこういう男の仕草が好きだろうだとか、ここを触られるのが好きだろう、ここを褒めてあげると喜ぶだろうということが分かっているのです。女性の好みやツボを把握するためには、やはり普段からしっかりと女性について調査する意識が必要です。つまり、それとなく見ていたり、会話をしっかり聞き逃さず、癖や笑いのツボなどをチェックしたりすることが大切です。つまり、聞き上手であり、小さなことも見逃さないスナイパーのような眼力が必要ですよね。そして、様々なブランドや流行を把握する幅広い情報収集能力を身につけておくとより良いでしょう。アンテナが大きく広いほど余裕を持って女性への返答や対応ができるようになり、その幅も広がるのです。女性からすると、なんで私の好きなものがわかるの、どうしてそんなに気持ちのいい言葉をかけてくれるのと悔しいくらいにドキドキするのです。4、適度に曖昧にするのが上手。ずるい男性は何でも曖昧にするのが得意です。つまり白か黒ではなくグレーにするのが大好き。仕事と私どっちが大事なのと言われれば、それは比べられないよと言い、私たち付き合っているよねと言われれば、君はどう思っているのと質問で返します。このタイプのずるい男性は数人の女性と同時に曖昧な関係を作っている場合も多いですが、その状況でも土壇場ではどうにでも逃げられると思っています。もともと全てを曖昧にしているからです。ただ曖昧にしながらも女性に決めさせるという技を使うのでとてもずるい。どこに飲みに行こうかと言われれば、君の好きなところでいいよと言うし、もう解散にすると言われても帰りたいのと聞く。終電逃しちゃったねと言われれば、どうしようね、どうしたいと聞くし、ベッドの上に座った時には何してほしいと聞きます。結局いつでも自分の意見は曖昧にしておきながら女性自身に決めさせてしまうので、悔しいけどごもっともなので何も言えなくなってしまいますよね。でもこういった男性にハマってしまう女性が多いのも事実です。なぜならそういう男性はグレーが好きなので否定もしません。否定をされないということは女性としてはとても安心で居心地がいいということになります。まんまと抜け出せなくなってしまうんですね。5、うんと言わせるのがうまい。ずるい男性は女性にうんと言わせるのが上手です。例えばもうそろそろバイバイしようかとデートで女性が言った時に、帰るなと言われても女性は命令をされたと感じ不快になる場合があるでしょう。それよりももっと効果的な言い方があるのです。それはもう少し一緒にいてくれないです。これは命令ではなくお願いなのです。女性はお願いをされてしまうと、私のことを頼ってくれている、断ったらかわいそうだなと感じ、ついうんと答えてしまうのです。このようについ断れない状況を上手に作り出すのがずるい男性だと言えます。ちょっと弱そうな雰囲気を出したり、上目遣いをしたり、酔ってしまったふりをしたりと方法はいろいろあります。あえて男性の希望する方の道に女性を導くためにやっているので、後からそれに気づいた女性はほんとずるいと思うでしょう。例えばわざと落とし物をして女性に拾わせて、かわいそうだから持って行ってあげるという状況を作ったり、一人だと寂しいからといってご飯に誘うのも同様です。女性の母性本能をくすぐるのが上手なので、女性は簡単にいいよ、大丈夫だよと言ってしまうのです。でもあなたに対して興味が少しもなければ、間違ってもうんとは言ってこないので、お互いに好きな気持ちがあることが条件です。以上、女性がずるいと感じてしまう男性の特徴についてご紹介しました。ずるい男であることはいい面と悪い面を併せ持っているとも言えます。女性の扱いが上手でもずるいし、適当なのに優しさが深いのもずるいのです。こんなずるいやつもう嫌と思われる場合もありますし、なんでそんなにずるいくらい素敵なのという場合もあるということ。女性からすると分かっているけど離れられないという存在になってしまうこともあります。
もしあなたの周りにずるさを悪用して女性をもてあそんでいる男性がいたら、あなたがぜひ助けてあげてくださいね。優しいあなたならきっと賢くずるさを使える男になれると信じています。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。